君たちに支えてもらってアイドルを目指す覚悟を再認識できた気がする。私これからも走り続けてみせるよ。うずき、大丈夫？野営続きで疲れてない？はい、大丈夫です。みんなと一緒に旅をするのとっても楽しいですし。そっか、うずきはどんな時も楽しそうだよね。もしかしてりんちゃんは楽しくないですか？え？どうして？そんなことないよ、私もすごく楽しい。それなら安心してください。りんちゃんが楽しいなら私も楽しいですから。心配してたつもりなのに私が励まされちゃった。うずきはやっぱりすごいな。ペコリーヌちゃんの魔物料理美味しかったですね。うん、美味しかったし冒険の醍醐味って感じがしてすごい経験しちゃったなって。でも不思議ですよね、あんな見た目の魔物がごちそうに変身しちゃうなんて。全然想像できない味だったね、いい意味で。でも魔物が調理されてるところはまあなんていうか、すごかったですよね。魔物料理はおペコさんにまるっとお任せしちゃった方がいいかも。冒険って奥が深いね。思い出の場所、レッスンも冒険も一生懸命頑張りました。歌もダンスもすっごく上達したよね。ここで魔物と戦った時の動きがダンスに生きた気がするよ。ミオちゃん、この辺りっていろいろな魔物がいて楽しいですね。楽しいかな。怖い魔物もたくさんいますけど、探せばピニャコラタさんやプチグリフォンさんみたいに可愛い魔物もいると思うんですよね。そういうことか。いやちょっと待って、エシマム、プチグリフォンは可愛いかもだけどピニャコラタ可愛いかな？可愛いですよ。私たちの歌でたくさんのピニャコラタさんを集められませんかね。いやどうだろう、ピニャコラタってオンリーワンみたいなところあるし、むしろオンリーワンであってほしいし。あ、確かにそうですね。まずは目の前のピニャコラタさんに認めてもらわなきゃですし。そういうことじゃないんだけど、集めるの諦めてくれたならまあいっか。その調子で頑張ってこ、シマム。はい、一緒に頑張りましょう。あの村の蜂蜜料理美味しかったですね。皆様で囲んだ食卓、とても幸せな時間でした。なんであんたたち魔物料理に抵抗がないのよ。せっかくですから私たちもアイドルをしてみませんか。アイドルユニット美食伝でございますね。とても楽しそうです。え、本当に？じゃなくてバッカじゃないの、あんたたち。
あの三人を見てアイドルがどれだけ大変か分かんなかったっての？それはそうでございますが、好奇心が勝ってしまいまして。こっころちゃんの言う通りですよ。さあ、決めポーズの練習をしましょう。イエーイ。はい、イエーイでございます。イエーイってね、これくらいしてみせなさいよ。よろしくにゃん。キャルちゃん、ものすごく本気でございますね。違うの、今のは条件反射っていうか、もうこっちみんなバカ。冒険者としていろんなところへ行ったりしたけど、今回の旅が一番楽しいね。そうかもね。誰かの手伝いっていうわけじゃなくて、自分たちの目的のために進んでるからかな。私たちが楽しんで、私たちを見てくれる人も楽しんでくれたら最高だよね。そんな風になれるかな。ミオなら、うん、私たちならなれるよ。一緒に頑張ろう。しシブリンがいつになく優しい。どうしたの、変なものでも食べた？さっきペコリーヌの魔物料理を。で、これじゃあいつもの私が優しくないみたいじゃん。せっかく励まそうと思ったのに。ごめんごめん。まったく。けどさっきのは本当のことだからね。うん、ありがとうシブリン。うずき、今日のレッスンすごく気合が入ってたね。一緒にレッスンしてるこっちが見とれちゃうくらいだったよ。何かあったの、シマム？ありがとうございます。朝一人でレッスンしてたら、お散歩してた人からいつも頑張ってるねって言ってもらえたんです。あの人にとっては何気ない一言だったのかもしれないですけど、私にはそれがとても嬉しくて、だからもっともっと頑張って最高のステージをすることで、その言葉にお返しができたらなって。シモム。そっか、そんなうずきだから私たちは一緒にやっていきたいって思うんだよ。ミオもそうだよね。うん、これからも三人で頑張っていこうね。シモム、シブリン、リンちゃん、ミオちゃん。はい、ニュージェネレーションズみんなで最高のアイドルを目指しましょう。今思うと、最初のゲリラライブは本当にいっぱいいっぱいでしたね。緊張してるのが見ててわかりましたよ。なんだかこっちまで緊張してお腹が締め付けられる思いでしたよ。ペコリーヌ様の場合は空腹で締め付けられていた可能性もありますが。まあ確かに、あの時のうずきたちのゲリラライブは本当にボロボロだったわね。もうキャルキャル、あんま言わないでよ。私たちだって分かってるんだからさ。でも自分たちで立ち上がって再び舞台に立つ姿、私感動いたしました。あれくらいで立ち止まる気はなかったからね。うずきもミオも
絶対立ち上がるって信じてたよ。リンちゃんシブリンってば、クールぶってるくせに熱いね。そんなシブリンはシマムーと私でギューッとしちゃうぞ。やめてよキャルちゃん、私たちもやりましょう。あ、なんでよ。いやよ、お断りよ。こら、なんで近づいてくるのよ。コロスケ、助けなさいよ。キャル様、逃げ道はございません。僭越ながら私も参加させてもらいますので。ぎゅー、ゴリーヌ、力加減私を半分にする気、なんなのよ。ああ、キャルキャル美食殿の皆さんのスキンシップ大胆ですね。大胆とかいうレベルを超えてる気がするんだけど。ムーサの町、初めて訪れましたが、素敵な町でございますね。はい、活気もありますし、何よりいろんな特産品が美味しそうで、やばいですね。はぁ、本当にあんたの頭の中は食べることばっかりね。ではこの後、食べ歩きをいたしませんか。私、お腹が空いてしまいました。コロスケまで。キャルちゃんはどうしますか。私だって美味しいもの食べたいわよ。魔物の料理じゃなきゃね。私たちの思いは一つ。さすが美食殿でございますね。それじゃあ行きましょう。コッコルちゃん、キャルちゃん。やばいですね。さあ皆さん、ご一緒に。やばいです。やばいでございます。やばいやばいやばいわよ。言っちゃったじゃない。やば、何なのこれ。たくさんレッスンしながらこの町を目指したんだよね。ムーサの町、違う町の違う味、最高でした。とても華やかで賑やかな町でしたね。アイドルが集まるムーサの街、とってもキラキラしてましたね。ライバルが大勢いたね。キャルもその一人だったわけだけど。アイドル、私は本当に全然興味なかったんだからね。ここでのことは思い出したくないわ。なんであんなことしちゃったのかしら。ほんと最悪。キャルキャルなんて、にゃ。キャル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 でございますにゃ。な、あんたたち、今の見て。キャルキャル、華麗にトウッ。殺す、殺すわ。全員まとめてぶっ殺して、あんなことしちゃった私も殺すわ。みんな消し去ってやるわよ。キャルちゃん、その…大変だね。あんたたちは見逃してあげるわ。
でもあいつらはダメ。この世から消し去らないと私が安心できない。でもあれ可愛かったと思うけど。はい、とっても素敵でした。そんなの嬉しくないわよ。キャルキャル、絶対に無